リーグはもう6年ぶりぐらいなので、はい、今のお気持ちはどうですか。単純にやっとライブができるっていう嬉しさですね、はい。お客さんが、来てくださるお客さんが、出た時にどんな反応なんだろうっていう緊張感はありますけど、でも話したいネタというか、話したいことはたくさんあるから、はい、それは楽しみですね。なんかすぐ完売したか、チケットもすぐ完売で、いやもうそれが本当嬉しくて、はい。でもただ久々に、こういう騒動があって、また2人でやるっていうトークライブだから、とりあえずどんなんやねんって来てくださる、ある意味、1回目の5週かなと思ってるんで、これまた次やった時も来てもらえるように、今日がもうとにかく勝負だなと思ってます。はい、はい、もうそれはとにかくすぐにやりたかったから、すぐやれるとこどこだろうっていうのがまず一つなんですけど、大きさはもう本当にお客さんがすごく近いっていうライブハウスでやりたかったんで、今回このラテラルさんでやらせてもらうことになります。ここは初めてですか。初めてです、はい。社会人から2週間ほどですけど、はい、その間の過ごし方であったりとか、皆さんからどうですか。いろんなご意見いただきましたけど、それはどういう形であれきっといろんな意見をいただくことになると思うから、あんまりそこはもうとにかく会見できたっていう気持ちだけを大事にしようと思って、いろんなアドバイスはもらいながらなんですけど、もうやってしまったことなんで会見は、はい。でも会見して皆さんに自分の口で説明できたっていうことがまず一つ自分の中でよしできたっていう気持ちがいっぱいなんですけど、その後からもすぐ本当に相方ともう空いてる時間全部ネタ作りに使ってるんで、なんかそっちでバタバタって感じですかね。今日もそしたら笑いを、はい、ちゃんと、はい、皆さんに笑ってもらえるようなトークライブにしたいなと思います。厚志くんの事務所にっていう誘いが今日テレビでやってるじゃん。はいはい。どうですか。めっそうもないですよ、そんな。僕たちが行ったらもうこんなもん、もう問題児2人が行ったらもう迷惑しかかかんないんで、もうめっそうもないです。でもその時に47都道府県回るっておっしゃってましたけど、はい、変わろうっておっしゃってましたけど、一応そういうプランってみたいなのはある。あります、はい。それは本当に回るつもりなんですけど、ただまだね、どこからスタートするとか詳細決まってないのに、もう相方がなるほど言っちゃって、でもやるのは間違いないんで、はい。ただ、インターナショナルで食べてたっていうのは今日披露されるやつではなくて、もっていうところで、そうです、コントのネタですね、はい、それをどんどん作ってるところです。はい、そうです、はい、はい。やっぱりコントをやってたら楽しいんじゃないですか。楽しいですね、はい。また今日気に一からやり直すっていうような新規戦みたいな気分ですか今。そうですね、よくまた一からやなって言われるんですけど、僕の気持ちで言うとゼロからですね、はい。だからなんか復帰じゃなくてもう再起だと思ってるんで、だからなんか元にいた場所に戻りたいとかそんな大それたことは考えてなくて、もうとりあえずもう一度ネタをするところからデビューした時のような気持ちでスタートして、あの時ってやっぱり自分がね、どこに進んでいくのかも分からずにただただネタばっかり作ってたんで、その時と本当に同じ気持ちですね。ちなみに奥さんってどういうふうにお声掛けしてくれてるんですか。今回いろいろあったこと、妻ですか、はい。いやもうそれはもう本当にもう頑張るしかないんで、もう一回その同じこと言います、がむしゃらに頑張ってた時を思い出して、もう一回ちゃんとゼロから頑張らないとっていうようなことを言われますね。ありがとうございます。すいません、なんか短い時間で。